はい、皆さん、毎度毎度。ヘアカラーをね、しに来たお客様用ね、特にご新規の方だよね。まあ、何回も来てる方でもいいんだけどね、それのアンケートっつうの？モニタリングっていうの？そういうのね、ちょっと作ってみたんだよね。まず最初にね、まあ、過去に毛染めを、ね、塗布後、皮膚に違和感があったことがあるっていう。まあ、これね、まあ、いろんな方がいるからね、はい、いいえとね、わからない。いつも違和感があるっていう方ね、しみるとか、ヒリヒリするとかね。とりあえずね、プリンターで印刷して、まあ、こんな感じに作ってやんだよね。かなり文字がね、ごちゃごちゃになっちゃってね、書かなきゃいけないことがいっぱい多すぎてね、裏表で2枚にした方がいいのかね、どうなのかわかんないけどね。スマホとか携帯で見てる方は文字が潰れて読めねえんじゃねえかなと思ってね。だからテキストで貼っていくけどね。で、はい、いいえの下に余計な一言ね。はい、まあ見ての通りね、キャッチコピーで騙すけどもね、二流品は、まあ悪影響が多いと。で、うちはまあロレアルとね、ウエラ、名だたるメーカーの使ってるからね。まあそれほど心配ねえんじゃねえかなと。まあ安いメーカーのよりいいだろうと。あれかな、ついでに安い毛染めはロレアルのウエラの3分の1の値段ですぐらい書いとくか。経費の節約しか頭の中にない経営者は、まあ安い毛染めをね、使うと。そういうこともまとめて書いとくか、面白いから。じゃあ多分こうやって書くとお客さんもね、安い毛染めってそんなに変なんですかって聞いてくるよね。そうするとうちもね、安い毛染め使ったことないから、もう噂聞いてるだけで使いたくないってことだよね。それも書くか。面白いからな。そしてやっぱりこれ、1枚じゃ終わんないね。2枚になっちゃうね。これね、裏表でね。女の人って意外と我慢強くこれ読むからね。男はめんどくさくて読まないけどね。はい、次ね。はい、白髪染め。まあ、ヘアカラー剤はね、毛髪、皮膚に悪いので、無駄にたくさん塗らないでもらいたい。これね、いるんだ、たまにね。実際、皮膚がね、ちょっとデリケートな方、これやっぱり聞いておかないとね。あとほら、染みやすい毛染め？やっぱり刺激が強い毛染めばっかり使ってる先生の入れ知恵ってあるよね。こんなダメよ、毛染めは地肌につけちゃってんでさ、そういう入れ知恵して育ってきたお客さんってのもいるから、そういったちょっと勘違いしてる人いるよね。はい、これはね、はい、いいえ、気にしてないっていう答えかな。気にしていないかわからないか、まあこれどちらでもいいと思うけどね。まあ、この絵に関しては皆様本当にいろんな考え持ってるからね、残った薬剤ね、捨てるなら塗ってもらいたい方ね。昨日ね、何人か来て聞いてみたら、やっぱりね、あ、捨てるなら塗ってよみたいなね、塗ってもらいたいわよという人がね、2人いたね。基本ヘアカラー剤はね、ケチらず多めにね、たっぷり塗布すると。まあ、こうやって書いておけば、たくさん塗る理由があるからね。顔の方まで塗っちゃいけないけどね、生え際ベタ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 塗ってね、まあ、保険かけてたくさん塗ると。それが嫌だったら、無駄に塗らないでもらいたいっていうんでね、はいって言ってくれれば、まあ加減するわけだし。だからこれも、はい、いいえ、気にしてない。あと、わからないっていうのもやっぱりつけといた方がいいかな。このたっぷり塗るという考えね、まあ100%塗ってやれば別に問題ないんだけど、100%と、じゃあ125%塗った場合、どっちが傷むのっつったら、傷んだり染みたりするのは一緒だよね。結局、毛染め剤が皮膚についてるっていうのは表面だけにひっついてるだけで、その上に1ミリ乗っかってようが5ミリ乗っかって山のように乗ってようが同じだよね。接触面っていうのは同じわけだからね。しかも毛染めっていうのはさ、粘性があってね、流動性っていうの滞留するようなもんじゃないからね。これ液体で滞留するんだったらね、皮膚と接触してるものが上に上がって、上の何もしてない毛染めが今度対流で下がって、新しい毛染めが皮膚にくっつくか、そういうことはないからね。無駄に塗布したからといってね、損傷するってことはないよね。まあ、うちが使ってるウエラとかロレアルの薬であればね。まあ、安い毛染めは知らないよ。どうなんだか。塗っただけでもう手触り悪くなって知らねえけどさ。まあ、みんなの噂聞いてるとね、本当に使いたくなくなるよね。はい、お疲れ様でした。